はいどうも、浮島です。UFC4 をまたやっていきたいと思います。今回は、選手カスタマイズの解説編ですね。以前作成した選手の、カスタマイズについて、解説をしていきたいと思います。今回解説するのが、トフィック・ムサエフ選手ですね。まあ、以前結構コメント欄とかでリクエストをいただいてたので、作成をしたんですけれども、ライジンチャンピオンですね。本当に、UFC にね、行くのかどうなのかみたいなところでね、結構話題になりましたけれども、本当にね、めちゃめちゃ強い、コーカサスの死神っていうね、むちゃくちゃかっこいい意味を持つ選手ですけれども、ちょっとね、この UFC4 で、できる限りね、どうなんでしょうか。まず似てるかなというような感じなんですけど、結構ね、頑張って作成したので、ちょっとね、解説していきたいというふうに思います。はい、ということで、まずね、選手タイプからやっていきましょうかね。選手タイプは、もうね、トップクラスっていう選手タイプにしました。やっぱり寝技もね、スタンドも両方とも強いっていう風な感じなんですけど、特にね、スタンドのね、パンチだったりとか、そういったところがかなりね、強い選手にしたかったので、このバランス型のトップクラスっていう選手にしております。MMA 選手っていう風な感じですよね。で、それから、概要ですね。概要の方、70キロライト級ですね。身長178センチ。で、ファーストネットビッグ、ムサエフ選手ですね。ディアブロっていうね、そういうニックネームしてます。はい。それから、27歳ですね。これ、フォームごめんなさい。なんかちょっと、いじってないですね。またね、いじらないといけないですね。スタンスはオーソドックスにしてます。多分、オーソドックスだったと思います。はい。あと、構えはですね、この、構え、この人。こんな感じ。これはもうみんなね、好きなのを、それっぽいのを選んだらいいんじゃないかなと思います。はい。入場時はランダムです。はい。で、外見いきましょう。外見ですね。プリセットじゃなくて、ヘアからかな。はい。髪型は、なんとなくね、似てる感じでということで、43番ですね。これが、無難かなというふうな感じであったんですけれども、こんな感じですよね。はい。それから、眉毛、11番です。はい。ね。雰囲気出てるかなと思います。はい。で、ヒゲは13番を使ってます。もうちょっとね、本当はね、長かったらね、もう気持ち長い方が、ムサエフ選手っぽいんですけどね。ちょっとね、これ以上長くなるとこんな感じになるんで、微妙だなと。あとね、こっちもね、あったんですけどね、このぐらいで、口ひげがなかったらよかったんですけどね。ということで、これが無難な感じというふうな感じですね。13番にしてます。はい。胸毛若干ぐらい。4番ですね。使ってます。あ、すみません。さっき番号もですね。ひげが13番ですね。で、眉毛が11番の、頭髪が43番使ってます。ぜひね、使っていただければと思います。はい。次、フェイスですね。カスタマイズ、そんなに確か大きくいじってなかったと思います。頭部が、もう変わらずですね。その前に、フェイスの、テンプレートは37番を使ってます。はい。これを、使っていただければと思います。かっこいい外国人選手を作るのは、結構この37番がいいんじゃないかなと思います。以前で言うと、木村フィリップミノル選手、確かこれで作ったのが37番ですね。はい。そんな感じですね。日本人選手だとちょっとこう彫りが深すぎるかなという感じですけどね。それから、頭部のところは張り出し、長さ、大きさ、ほぼほぼ変わらず、大きさが49っていう風な感じで、若干いじってるかなっていうぐらいですね。それから、形状が68眉ですね。太さ、幅、高さ変わらず、はい、目も変わらず、で、くぼみが100。意外とちょっと、上げてるのかな。はい、で、形状は53です。ほぼほぼ変わらずです。ちょっと上げの角度が60でね、ちょっとこう垂れ目気味になってるのかな。そんな感じになってます。はい、頬、大きさ36です。幅が35、位置は50になっております。はい、
それから耳、50-50、はい、変わらず。潰れ具合は0ですね。はい、鼻ですね。鼻がこの辺り全部変わらずの突き出し38です。若干下げてますね。それから、角度、ここの鼻孔の角度が30にしてますね。鼻の幅35です。はい。こんな感じですね。はい。次、上顎がくぼみ39。高さ41。幅が27。で、大きさが27ですね。まあ、結構シュッとしてる感じに作ってますね。下顎、高さ37。幅41。張り出し50ですね。うん。まあ、すっきりした感じ。はい。口、まあ、幅毎回ですけど、結構狭めるんで、幅31ですね。かなりちっちゃくします。それ以外は普通ですね。デフォルトです。はい。唇も一緒です。はい。ということで、出来上がった感じですね。はい。こんな感じになってます。目の色とかもね、まあ、結構いじれると思うんですけどね、意外とあんまり変わんないのかなって感じだったんで、まあ、あれだったらこの目の色とかね、ちょっとこう変えると、なんか、雰囲気が出るのかなと思いますけど、ムサイフ選手どうですかね。結構このぐらい茶色い感じもするような気もしますけどね。あれだったらこのライトブラウンとかにすると、まあより外国人っぽい感じが出るかもしれないですね。グリーンとかではないかな。ダークグリーン、ライトブラウンとかにしましょうか。ついでなんでちょっと変えましょう。はい。それからボディですね。結構ね、僕ボディのその体型とかは結構その選手の、まあ試合の映像とか見て、まあ割と近い形のものをね、頑張って選ぼうと思って頑張るんですけど、まあ一番近しいのはこの4番かなというふうに思いました。まあ皆さんもね、ぜひおのおのなんかこれがいいんじゃないかなって、この辺は探したらいいんじゃないかなと思います。4番ですね。ボディ4番の肌の色はトーン2をしてます。まあ白いですけどね。はい、こんな感じです。はい、いいですね。はい。そしてタトゥーはもちろんなしということね。で、これで完成でございます。どうでしょう。かっこいいですね。もうなんか普通にかっこいい外国人選手、バンドやってそうですねいいですね。かっこいい。はい。ということで、あとコスチュームの方はですね、ボトムスは、ノーマルのサーフパンツダークにしております。グローブはベーシックグリーンですね。ライジン選手は大体僕グリーンのこの、やつにしてます。マスキーさんもなんか全然いじってないんですけど、まあ好みのやつにしたらいいんじゃないでしょうか。UFC とかね、にしてもいいかもしれないですね。これもかっこいいですけどね。ね。はい。ということで、こんな感じで、出来上がりというようなところです。はい。ということで、まあ、トリック・ムサイフ選手ですね。まあ、非常に、やっぱりかっこいいですし、まあ、作ってほしいっていう声も多かったので、まあ、やっぱ人気なんだな、というふうに改めて思いましたね。まあ、ね、これからも、どんどん活躍してもらって、やっぱり UFC でね、バリバリ活躍するとこまた見たいな、というふうに思いますけど。はい。ということでね、まあ、トリック・ムサイフ選手の作り方というふうな様子でした。また、引き続きですね、これまで作ったキャラクターの選手カスタマイズの解説についてやっていきたいと思いますので、ぜひね、今後ともよろしくお願いいたします。またよかったらチャンネル登録、高評価とお待ちしておりますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。